はい、こんにちは。今回はカリスマ的世界王者が KO 負けを喫した試合を紹介いたします。沖縄の興南高校卒業後、プロデビューした具志堅選手はデビューして2年4ヶ月で世界挑戦いたします。世界王者のファン・グスマンはリトル・ファーマンと呼ばれ、21勝 15KO1 敗、うち初回 KO 勝ちが11度という強打の王者です。具志堅選手は序盤から軽快に動き回り、一発を狙う王者を回転の速い連打で圧倒し、ダウンを奪っていきます。冠鷲と呼ばれた具志堅選手は、その異名通り相手がひるむと一気にラッシュをかけ、猛烈なパンチを振るい続けるのです。強打のグスマンから奪った世界王座を具志堅選手は13度防衛いたしました。この防衛回数は未だに破られていない日本ボクシング界の記録でございます。具志堅選手が14度目の防衛戦に迎えた相手はタフなメキシカン、ペドロ・フローレスでした。フローレスは前回13度目の防衛戦の相手で、具志堅選手が判定勝ちをいたしましたが、12ラウンドにはロープに詰められて連打を浴び、大苦戦の勝利でしたが、今回の防衛戦は初回から連打を繰り出し、フローレスを圧倒いたします。しかし前回の試合で王者を追い詰めたフローレスはスタミナが旺盛なボクサーで、今回も中盤から猛反撃を敢行し、8ラウンドに凄まじい連打で王者からダウンを奪います。ダウンを奪ったフローレスはその後も猛攻を見せ、12ラウンドにもエンドレスの連打で具志堅選手からまたもやダウンを奪います。具志堅選手はなんとか立ち上がりますが、セコンドがタオルを投入し、具志堅選手の防衛記録に終止符が打たれました。難攻不落のウィラポンから WBC 世界バンタム級王座を奪取した長谷川選手は、その後防衛を重ね10度防衛いたしました。直近5度の防衛はいずれも早いラウンドの KO 勝利で、パウンド・フォー・パウンドもベスト10に入りました。WBC 王者長谷川選手は11度目の防衛戦に WBO 王者フェルナンド・モンティエルを迎えました。モンティエルはすでに44戦のキャリアと18度の世界戦を行った経験があり、序盤からハイレベルなフェイントを交えた駆け引きが見られました。このハイレベルなバンタム級頂上決戦は4ラウンド終盤に2人の世界王者が交錯した後、
突然終焉を迎えます。カリスマボクサー辰吉丈一郎は8戦目で世界王者になりましたが、網膜剥離などの怪我でブランクを作り、さらに世界戦3連敗となりました。さあボディ、辰吉頭をつける。20歳の若きチャンピオン、16戦全勝シリモンコンナコントンパークビュー。世界戦連敗中の辰吉選手が挑んだ世界王者は無敗の弱冠20歳のシリモンコンナコントンパークビューでした。誰もが辰吉選手が KO され引退すると思い見守る中、辰吉選手は奇跡を起こすのです。無敗の王者から奪ったWBC 世界バンタム級のタイトルはホセ・ラファエル・ソーサとポーリー・アイラの挑戦を退け、2度の防衛に成功します。初防衛戦ではタフで粘り強いソーサを相手に出入りをしながら多彩なコンビネーションを打ち分ける本来の辰吉選手のボクシングで完勝しました。3度目の防衛戦で元 WBA 世界バンタム級王者のウィラポンと対戦します。ウィラポンの的確な左ジャブ、右ストレートを被弾し、6ラウンドに強烈な左フックをもらいダウンします。立ち上がった辰吉選手は激しい追撃に襲われ、何発もパンチを浴び、最後は右ストレートをテンプルに受け仰向けに崩れ落ちました。ウィラポンに KO 負けを喫した8ヶ月後に今度は挑戦者としてウィラポンに挑みました。しかし前回以上に打ち込まれ、3ラウンドに早くも猛攻を受けてしまいます。ゴングに救われますが、この時点でコーナーまでまっすぐ歩けないほど足に来ていました。5ラウンドもウィラポンが繰り出すパンチをことごとく被弾してます。この時すでに意識がなく本能だけで戦っていたかもしれません。ウィラポンは膨大な数のパンチを受けた辰吉選手の身を案じ、リチャード・スティールにストップを目で促します。ウィラポンの強烈なパンチを何発浴びても辰吉選手は最後までダウンを拒否したのです。1990年代に辰吉選手とともに爆発的な人気を誇っていたのは鬼塚克也です。鬼塚選手が生まれた年は辰吉選手と同じ1970年で、プロデビューもほぼ同じ年だったのです。デビュー後は連戦連勝で日本王者になり、その後すぐに世界戦に進むなど、一見順風満帆に見えたボクシング人生でした。
かし辰吉選手同様鬼塚選手も目を患い、そのためにパンチが見えにくくなり、ボクシングスタイルを接近戦主体へとチェンジせざるを得なくなったのです。戦い方を変えてからは判定勝ちが増え、また接近戦主体なのでパンチをもらいピンチに陥る場面が増えていったのです。5度目の防衛戦ではダウンも奪われ、何度も連打を打ち込まれました。鬼塚選手は以前から右目に網膜剥離の自覚症状があったようで、6度目の防衛戦の試合を最後と決意して戦ったそうです。挑戦者のイ・ヒョンチョルは17勝4敗の戦績ながら、ここ4年間は10連勝 8KO で、目下4連続 KO 中の典型的なコリアンファイターです。鬼塚選手は1分半にわたって挑戦者の猛攻撃を数十発のパンチを受けますが、ダウンを断固として拒否し、ずっと耐えるのです。鬼塚選手はこの試合の翌日に網膜剥離による引退を表明したのです。ラストファイトではめった打ちに遭いながら、王者の誇りからダウンを拒否した姿に胸を打たれました。